結局イエンシッド様に話さなかったけどよかったのかな。私なのに。マレフィセントやシグバールのことだろ。今は王様やリクたちに余計な心配させたくなくてさ。それにもし何かあってもあの二人の悪巧みなら俺たちで何とかできるだろ。まあね。でも気になることも言ってたよね。この人ピートが言ってたやつだろ。どうせ大したことじゃないって。そうかな。お、なんか懐かしい。前に来たからそんなに経ってないよ。そうだっけ。空の中のロクサスの感覚なのかもね。うん、俺眠りの世界でロクサスに会ったんだ。あれはきっと俺の心の中にいるロクサスだと思う。そういえばデータの世界でも。うん、データの空に心の痛みを受け止める覚悟があるか確かめに来たんだよ。心の痛み、わかるような気がする。リクやカイリがいなくなった時、キーブレードが使えなくなってドナルド、グーフィーと離れ離れになった時、大切な友達と離れ離れになった時の辛さとか悲しさ、絆があるからこそ心が痛かったんだと思う。心の痛みが絆なんだ。データの空と同じ音してる。どんな空でも空は空だしね。やっぱり心のつながりをたどって間違いはなかったよ。俺はロクサスを助けたい。どうしたの？ノーバディだ。
さっきの声、何だったんだ？さっきの声って？何も聞こえなかったよ。空耳じゃない？そうかな。なんだよこいつら。アイスは後でいいでしょ。ちょっと待ってよ。ほら聞こえた。って違うか。あれ、ハイネ、ピンツ、オレットも。なにこれ。わおー、ソラ、悪い、挨拶の後な。あ、早く逃げて。助かったよ。ありがとう、ソラ。ハイネ、ピンツ、オレット、久しぶり。ん？久しぶりってほどでもないだろう。ほら。ドナルドとグーフィーも元気そうね。こんにちは。こんにちは、オレット。君たちがいるってことはまた事件かな。何言ってんだ、ピンツ。あんな黒いうじゃうじゃ、今まで見たことなかっただろう。かつてない。これが事件でないはずない。確かにね、白いグニャグニャは見たことあったけど、あんなのは初めて見た。これは調査のしがいがあるぞ。もう夏休みの自由研究は終わったでしょ。事件はともかく、ソラたちは何か用があってきたのよね。そうなのか。ああ、実はロクサスを探しに来たんだ。ロクサス？変だな、初めて聞く名前なのになぜか知ってるような気がする。どこかで会ってたのかもしれないね。ふーん、会ってたというか、別の君たちと友達だったかもしれないね。ん？この写真って。うん、僕たちも持ってるよ。そうか、もう一つのトワイライトタウンか。こっち側になくて、あっち側にあるもの。あっち側で僕たちとロクサスは友達だったんだ。ソラ、俺たちもロクサスを探すの手伝うよ。いいのか？こっちの世界でも友達になりたいからな。ああ、もちろん。じゃあ早速街で情報収集だね。他にも僕たちみたいにロクサスと関わりがあった人がいないか聞き込みしよう。うん、ソラたちはその写真の場所、幽霊屋敷に行くんだよね。街でのことは私たちに任せて。
ありがとう。そうだ、確かこれ写真も撮れるって言ってたよな。せっかくだからみんなで撮らないか。ああ、いいねいいね。ふん。うん。ねえ、これ誰が撮るの？ん？あ、なんでぶっ飛ばすんだよ。しょうがないだろ、じゃんけんに負けたんだから。まあまあ、僕も一緒にいてあげるからさ。だったらウーフィー当たってよ。じゃあ取るよ。よく取れてるね。あ、幸運のマーク。幸運のマーク？最近私たちの間で流行ってるの。街のあちこちにこのマークが隠されててね、これを写真に撮ると幸運が訪れるんだって。へー。あ、このマーク見覚えない？いや、本当だ、見たことあるよ。おしゃばそおひだよな。いろんなところにあるみたいだから探してみてね。よし、じゃあ俺たちは町の人の聞き込みだ。ソラたちは先に幽霊屋敷に向かっててくれ。後で追いつく。わかった。